はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きといっかんです。今回はですね、とんでもないものが発売されるということで、そちらをチェックしていきたいと思います。で、その商品がこちらなのですが、ホビージャパンさんから予約開始されてます、ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家より、ライザ、等身大立体太ももマウスパッド。いやー、皆さんいいですか？もう一回タイトル言いますよ。ライザ、等身大立体太ももマウスパッド。いやー、マジですか。マジですね。皆さんもね、おっぱいマウスパッドなら聞いたこともあると思うし、まあ実際にね、買ったっていう人もいらっしゃると思うんですけれども、しかしまさかの今回は太ももマウスパッドです。しかも等身大の立体です。いやー、ふざけてますね。めちゃくちゃふざけてますね。ホビージャパンさんが。いい意味でね。なんかもうね、最高ですよね。この立体マウス太ももパッド。で、実際それがですね、その立体型の太ももマウスパッドが実際どんなものなのか、ちょっとね、画像ですけれども見てみましょう。で、これがですね、ホビージャパンさんのサイトなんですけれども、まず気になるのが、等身大ということなので、まあ当然ね、スケールが1分の1になるんですけれども、で、数字で見ると、サイズがですね、約700mm×400mm ということなので、やっぱりね、かなりでかいんですよね。うん。で、これね、長さが 700mm だと思うので、まあ机によってはね、これはみ出しちゃうかもしれないんですよね。うん。どうなんだろう、一般的な机の奥行きって多分ね、600ミリくらい、60センチくらいじゃないのかな。で、ちょっとね、気になったので、今ね、僕が使ってるパソコンデスクの奥行きを測ってみたら、ジャストね、600ミリ、60センチでした。いやー、だからね、これ700ミリだと、これはみ出るんですよね、僕の机だと。で、奥行きがまあ700ミリなんですけれども、幅も400ミリあるんですよね。どうなんでしょうね。これ、まあ、一番幅広いところが太ももって最初思ったんですけれども、まあ、ライザだけに。でもね、画像を見た感じだと、太ももではなくて、お胸周り、まあ、お胸周りというか、まあ、上半身の方がね、幅が広くなっていると、まあ、そういう感じなんですけれども、これ多分ね、このスペースでマウスを動かすことになるので、まあ、そのための広さなのかもしれませんね。うん。でもね、もしかしたらこれ重量的に重いのが下の方、太ももあたりになると思うので、それで机からはみ出しちゃった太もも部分が、ずり落ちないように、で、その上の方、机に設置する方を大きくしているのかもしれませんね。うん。で、これはだから、太ももマウスパッドだから、ライザの太ももに使用者、まあ人の腕がライザの太ももに当たると、むにゅっと当たると、そういうことですよね。いやー、素晴らしいですね。で、実際に画像をね、見てみますと、まあ、盛り上がってますよね。この太もものところが、もっこりと。まあ、ただ逆に、その太もも以外がフラットなのが、まあ、見た目には違和感があるんですけれども、まあ、特にね、こうやって横から見るとですね。まあ、でもね、これはマウスパッドですからね、あくまでも。あくまでもこれはマウスパッドですから、まあ、ちょっとね、立体的なだけで、まあ、だからこれはね、仕方ないですよね。で、これね、思ったんですけれども、実際に使うときに、当然ね、腕に太ももが当たるわけなんですけれども、そのマウスをね、まあ、クリクリと動かすときには、ちょうどその指のあたりが、ライザのお胸あたりをクリクリといじることになると。まあ、実際はね、指でクリクリするわけではなくて、指でクリッククリックするだけなんですけれども、だってこれ、太ももに腕を乗せて、おっぱいをいじってるわけです。違う。マウスをね、いじってるわけですから、これ、まあでも、やってることを見れば変態ですよね。うん。で、重さがですね、2キロあるんですって。うん、2キロもあるんだ。2キロって結構重いですよね。で、ジェル重量が 1850g なので、ほぼジェルですね。で、それ以外の素材が布、過去ポリエステル、ポリウレタン、で、PU ジェル、そして PVC と、そっか、ジェルなんだね。だからあれだ、まあ、触った時っていうか、腕を乗せた時になんかこう、リアルな、肌触りというか、太ももの感触があるんでしょうね。うん。いや、でもちょっと気になりますね。どんな感触なんでしょうね。人の太ももの上に自分の腕を乗せるなんていうのはね、なかなかないですからね。うん。嫁さんとか彼女がいる方は、今夜ね、バレないようにやってみてください。
いやーこれね、最初は僕ちょっとね、まあふざけた商品だなと思ってたんですけれども、結構よくできてますよねこれ。うん、なんかね、自分で解説してて本気でね欲しくなってきたんですけれども、だって何度も言いますけど等身大なわけでしょ。確か前に出たあのライザの等身大フィギュアが、あのワンダフルワークさんから作ったやつね、あれが確か200万とか300万とかしてたんじゃなかったでしたっけ。でもそれが2キュッパー約ね3万円で買えるわけでしょ。しかも柔らかいと。いやーこれはやべえわ。これはね本気で欲しいですよ。まあでもどうなんだろう、まあ人によっては使いづらいっていうのもあるんだろうけども、っていうかね、実際にこれをマウスパッドとして使う人がまあどれだけいるんだっていう感じなんですけれどもね。うん、でもやっぱあれだよね、ライザの太ももが常に腕に当たってるという、そんなねありえないことがありえることを考えると、それはやっぱりね嬉しいですよね。うん、いやーでもね、最初はやっぱねお高いなと思ったの。たかがマウスパッドに3万円でしょ。でもねこれはまあ実際に使ってみることを想像したり、常にねその等身大ライザと共に編集作業ができることを考えると、しかも常にねその自分の利き腕が気持ちいいわけですから、これはねマジで欲しくなってきますよね。うん、いやーこれね買っちゃおっかな。ちなみにさっき言ったライザの等身大フィギュアが、調べてみたらね、価格が275万円だって。いや、たっけー。これもう車買えるじゃないですかね。うん、しかも結構いい車買えますよね。でも、今回のマウスパッドは全身じゃないけれども、大きさは大きいし、太もも以外はペラペラだけれども、でもその肝心な太ももが、リアルでね、柔らかいわけでしょ。いやー、これはいいですね。うん。やべえ、悪魔のささやきだ。あとこの3万円っていうのもなんかね、ちょっと頑張れば買えちゃう金額だからね。うん、まああざといですよね。絶妙な金額設定ですよね。うん、いやホビージャパンさん、憎い商品を出してきましたよね。でですね、こちらの商品は完全限定販売っぽいです。多分購入できるのがこのホビージャパンのオンラインショップだけみたいです。リンクは下に貼っておきますね。で、受注期間も決まっていて、これ知らなかったんですけど、結構前から予約開始してたんですね。去年から受付していたらしいです。全然知りませんでした。で、逆に締め切りが近づいていて、予約締め切りが2月の3日までです。だからあともう2週間くらい?ちなみに1回の申し込みで1個までしか買えないっていうことです。多分これはね、大きいから配送の問題で1個までなんじゃないかな。なので2個欲しい人は2回に分けて申し込むと。だから送料は2個分になってしまうということですね。まあ長く使って太ももが擦れてきたりするかも。だから、あとね、汚れちゃったりね。人によってはこれね、枕代わり?リアル膝枕にして使う人もいると思うからっていうかね、どっちかっていうと、そうやって膝枕にして使う人の方が多いんじゃないの?うん。だから汚れちゃうから、よだれとかでね、変な液とかじゃないですよ。なので、予備に2、3個欲しい人もいるでしょうね。うん。まあでもね、これ買う人結構いるかもですね。っていうかね、まあすでに予約している人も結構いるんでしょうね。だからできたらこの替えのカバー的なものが個人的には欲しいですかね。うん。で、こちらを予約するとこの立体太ももマウスパッドが4月から5月頃にお届け予定とのことです。そうか、なるほどね。夏になれば汗まみれの腕でライザちゃんの太ももを自分の汗でね、汚すことができるわけですね。汚すっていうのはもう変態かと。ちょっとね、僕考えます。真剣にこれは考えます。いやー、これ欲しいですね。まあ、マウスパッドですしね。うん、所詮は。消耗品だし、まあ、パソコン使う人であれば必需品だし。だから、皆さんもね、お父さんお母さんにね、頼んでみたらいかがでしょうか。新しいマウスパッドが欲しいんだけど、って言って、で、さらに届いたものを見て、どこがマウスパッドなんだと。まあ、切れますよね。いやー、でもこれ売れるのかな?まあ、売れたらね、ヒットしたら、また次もね、他のキャラでも出るかもですね。おっぱいマウスパッドに代わる、太もも立体マウスパッド。でもね、普通のライザの太もも膝枕を出してくれ。